まあ、ただ段崎もしっかりよく決めましたね。決めましたね、相当緊張したと思います。やっぱりそういうもんですか。はい、さあ札幌またここでチャンスになるか。ボールが収まる。鈴木武蔵シュートを決めた。札幌なんと3点目。あの後ろですよね、狙いがはっきりしてていいボールでしたし、飛び出しも完璧でしたね。鈴木武蔵が今日2ゴール目を挙げました。この福森のボールから次は段崎選手から段崎が縦への浮き球、そして鈴木武蔵のシュート、落ち着いて決めましたね。また段崎もよく見ていました。これね、レネウ選手が戻ってて追いつかないということは、相当武蔵選手のスピード出てたと思いますよ。はい、